はい、どうもおはようございます。こんにちは、こんばんは、ドラゴン TK です。ではね、今日もダークサイド3やっていきましょう。って言って思ったね。まあいいかではね、この先やね、この先から行って、まあ一応ソウルは別にいらんねんけど、今のところ。よいしょい、ナイス、よいしょ、あ、ミスったミスった、あ、ミスった、めっちゃいい。あー、忘れた。おいしょ、マジか。 ここでちょっとあれやってもいいしね、ソウルだね。結構なかなかやりやすい場所ですね。よいしょ、あ、ミスた。あ、ホール、おお、セーフ、危ねえ。よし、ちょっと一撃をちょいともうちょい上げていかんとね。よし、こいつや、強いソウルのタイヤでいくか。結構強いな。あ、痛い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 、これあかんな。やっぱこっちか。あ、痛い。よいしょ、よいしょ。なに、なに、ちょっと待ってよいしょ、セーフセーフセーフ、よいしょ、あ、いった、おお、結構食らう。あかん、見た、お、いくぞ、お、ここで死んだマジか、だいぶヘボいんやけどね。ヘボい敵にさえもやられてしまうという俺のゲームセンスの低さまあしょうがないか。一応ね、戦い方は分かってるんですけど、あんまりそれ しないっていうね、自分流でやっていくっていう、それでやってうまくいかんねんからちゃんとやっときよっていう話やねなんかいい武器ないかね。このハルバードもいいんですけど、なんかね、これのジョイバーみたいなのあるんかな。いや、あるんか、一応持ってるんか俺、確かハルバードこれやね、こっちのハルバードの方やねですね。ガードカット率もいいし、耐久度も80と上がってるし、あと物理やねんけども、こいつは5で、一応こいつはね、この蘇生やったかなの武器編成やっておりますんで、ちょっとレベルというよりも攻撃力がね上がっておるんですよ。一応ね、こっちのハルバードの方はちょっとガード買ってるやついいんでね、ちょっとこっちやってみるか。あ、そうや、両手持ちしてなかった、だからあかんかったんかな。うん、そんな気する。よいしょ、あれ、あかんミスったミスったっていう、あ、いった。おお、結構 2回でいけるね。あら、よいしょ、よいしょ、よっしゃい、いけたね。よいしょ、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 
しょ、これでいくかも。3、4と OK。 結構ヘボいね、やっぱり。ここでレベル上げできそうやね、ほんまに。でも結構大きい。上と下どっち行こう。先上から行くか。やっぱりね、人間やから。人間じゃなくても、あいて、うわ、嘘、ちょっと待って、嘘、マジかよこれ。標的にされたし。標的にされたしやな。一応ね、上はやめとくか。結構飛ばしてくるね、槍飛ばしてくるのは。あいつ、行ったらね、あの、あっちの方行ったら、上の方行ったら多分ね、多分俺積むと思います。積むというよりかは、なんやろな、ほんまに、あの、回避していって、かがり火のあるとこまでほんまに行くかも。そろそろ本気出して。そうするかな。うん、この人な、なんかあったんか。おお、危ね。お、なにここ。お、初めて来た。ちょっと探索してみるか。と、お、え、何これ。あ、ああ、相手か、敵か。おお、ぶれ、よいしょ、よいしょ、おー、いたー、びっくりした。暗いから、黒いからこいつ、よいしょ、よいしょ、2、3、4。お、指輪ゲット、いいね、指輪ね。うん、指輪はええわ。ここどこや。あ、こ、あ、こ、あ、ここか。なるほどな、理解した理解した。うーん、なるほどね。オッケーオッケー、どこかは分かった。じゃあ戻る。この人に何もないね。オッケー、戻って。いや、嘘、当たんのかよ今の。もう、あ、またか。よし、一回ずつやっていったらちょうどいいんやけどね。ちょっと待って、あっ、ね、セーフ。よし、よし、なるほどね。よいしょ、ミスった、ミスった、ミスった、おっぶね。ちょっと待って、こっち来い、お前こっち来い。よし、お前こっち来い、お前こっち来い。あ、あ、こう、そこでするか、そこでするかやな。ちゃんと分かってない。おいしょ、ここや。射出機やからね。よし、よかったよかったよかった。下行きましょう。うん、下行こう。これは下行った方がよ。お、ここにあった。え、マジで。やった。ああ、今無理なんか。なるほど。
応こいつに書いて、何？え？嘘？嘘？当たってない？え？あ、当たった。え？何が起こった？ああ、なるほど。一応あれは食らうけども。え？嘘？ちょっと待って。お、9！ マジか。こっち来い、お前こっち来い。よいしょ。よいしょ。あいて、嘘。お、嘘、死んだ。嘘、マジで強っ。こういう敵苦手やねんね、俺。はっきり言って初めて見る敵とかね、まあ初めて見る敵が一番苦手やねんけども、一応ね、うん、戦い方は知っとんねんけどヒットアンダーウェイが、うん、した方がいいけど分かってんねんけどね、うんなんかね、少しご了承してしまう体質なんかな俺は。よし、でも下で行くか。上はちょっと無理やわ、ありゃもしくは一応ソウルための動画にするか。一応ね、ここでソウル貯めれるんで、ここで行き来すれば結構貯まるかと思いますね。あ、いた。よいしょ、よいしょ。あ、いそう、マジで。マジで、これ、ちょっとあかん。攻撃してるときにそれはあかん。よいしょ、そう、そう。うっそ、痛い。うっそ、痛い。よいしょ。赤めちゃ、うそ、なんかいつもなちょっと遅くなるんだよな。よいしょ。うん、なるほど。よいしょ、これでオッケー。うん、これでオッケーやね。オッケー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 。600もらえるからそれが大きいよな。よいしょ。よいしょ。お、なんか出てきた。修行のロープ。おお。あ、ちょっと後ろ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 。あ、見た。よいしょ。これ。よーし。これで。4と、OK。 これで、あとはよいしょ。よいしょ、あ、見た。よいしょ、セーフ。よし、なるべく早い前に早い目にちょっとないね。ちょっと FP 違うFP 違う。お、アイテム出てきた。人のん？何これ、よどみ的なもの。なんなんやこれ一体。インベントリーで見てみるか。人のよどみやろ、ここら辺にあるんやで。なあ、あった。神くらいの守り手たちがその使命を果たした証。何それ何それやな、ほんま。いや、ちょっと待って。こっち側は何か行ったっけ。ああ、行って何もなかったのか。
この上か。あっち側から行ったところか。なるほどな。こっち側は何もないね。一応いろいろ探索しながら行かんとあかんからね、このゲームは。探索好きやから俺、ほんまに。一応今特殊な縛り実況でね、縛り実況プレイで一応50音絞りっていうのをやってるんでね、もしよかったらそちらのも見てください。今イグジストアーカイブやっております。それでね、アーは終わってるんで E をやっておりますね。まあその次はウーなんですけど、ウー何しようかちょっとまだ迷っております。あれ、ここら辺じゃなかったっけ。ああ、あったあった。よし、あいつや、やっていくで。よし、自由に行くか。オッケー、こっちに来い。お前こっちに来いよ。よし、お前こっちに来いよ。よいしょ。いやいやいや、うっそ、当たんのかよ。おお、かん。おい、今や。うっそ、うっそ、うっそ、やな、ほんま。これはダメですね。あいつちょっと強いわ、ほんま。ちょっと無視していこうか、これ。全然先進めそうにないし。敵は無視していこう。うん。まず上から行こう。いや、上行ったらちょっと やばい気がするから。一応、ね、この ロストしたソウルだけ取りに下まで行ってから、下を突っ走って、何か、アイテムであったりいろいろ取っていこうかなと思います。敵に追われてる中でアイテム取っていったら絶対死ぬやろっていうパターンありそうな気するんですけど、まあそれは別に仕方ないかなって思いますね。あかんぎだね、ほんまは。よし、じゃあ、よいしょ、よいしょ、およし、結構食らう。よいしょ、おい、セイ、こっち来いや、お前。どこでおん、どこにおんねん、お前は。ほんまにもうちょいこっちがよ、この手やべえ。この手やべえ、ほんま。よいしょ、よっしゃ、またか。よいしょ、これドッキやね、このデブが。ほんまに、よいしょ、おらよ、おらよ。よし、お前こっち来い、こっち来いよ、お前。近くか、お前、おすみのやつよ。よいしょ、うん、そこじゃこ無理やわな。うん、よいしょ、よーし、めっちゃいい。うそ、あかん、これあかん。よし、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 よ、必要になるやろうな、うん、って思う、うん。よし、じゃあ一旦ロストしたソウルだけを。手が熱いな、それにしてもこれは。絶対手やけどするって、こんだけ下に行ったら。よし、じゃあ
アイテム回収しがてらでもなんかある。あ、アスコロンが来たんか。なるほどな。理解した。あ、痛い。うそー、当たんのかよ。ちょっと待った、ちょっと待った、ちょっと待った、ちょっと待った。神の指輪、いや、神の奇跡ね。なるほど、25,600 か。ここに来て取って帰るか。無理かな。なんか無理っぽいな。どうしよう。まあ、あそこには深みの奇跡があったってことやね。うん、それが分かれば問題ない。デスボーンしながら。デスポーンか、デスボーンか、デスボーン、ね、しながらロストしたソウルを回収しつつまたデスボーンするというね。どうしたらそういう風になんねんっつうな感じやねんけど。まあ、それだけ取りに行ってからあとは適当にやるか。よいしょ。よいしょ。あ、何？あ、痛い。もう。よいしょ。こっち来いよ、デブ。デブデブ。お前。よいしょ。あー、やってきた。嘘、マジで当たんのかよ。これ倒れるから嫌な。え、嘘、マジで。あ、もうなんでこんな近いところで魔法打つんやこいつは。ほんまにデブやからか。デブやからかって、まあ、確かに言われそうやいいけども。よし。あ、ミスった。あ、ミスった。ちょっと待った、ちょっと待った、ちょっと待った。ミスったよ、今の完全に。こっち来いお前は。よし。よいしょ。え、嘘、え、どっから浮いてる。こっちからおんのか。おったんかよ。アイテムあった。地球のロープ、地球のロープか。よし、ミスった。飲むタイミングミスった。よし、24と OK。 よし、どうなるやろ。この先やねんな問題は。これ落ちたら絶対死ぬやな。こんだけすごい長い長いはしごですからね。お、こっちか。ロストしたソウルはならば帰れるか。痛い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 。おうおう、食われた。マジで。まあけどこっち死んでるから、まあ一応こっちに戻ってくれれば、うん、でロストしたソウルは取れるっていう感じかな。やっぱ無理か、あれは。よし、じゃあまあ今回はまあ裏でまあロストしたソウルは回収しといて、まあ今日はこれにして終わりにしたいと思います。何もほとんど進んでないけどね。それではまあご視聴ありがとうございました。チャンネル登録の方よろしくお願いします。まあね、俺のこのグダグダプレイでもよければ一応ね、チャンネル登録お願いします。あと、それからツイッターアカウントの方でね、ドラゴンチーム系で活動中ですので、もしよろしければそちらの方フォローよろしくお願いします。
それではご視聴ありがとうございました。